幼い頃、私は土曜日が大好きでした。その日にすることのすべてが冒険のように思えたからです。でも何をするにしても、必ず先に行う最も大切なことがありました。テレビでアニメを見ることです。ある土曜日の朝、テレビのそばに立ってチャンネルを変えていたとき、期待していたアニメの番組が末日聖徒イエス・キリスト教会の総大会の放送に変わっているのを知りました。テレビを見ながらアニメがないことを嘆いていたとき、スーツにネクタイ姿の白髪の男性が素敵な椅子に座っているのを見ました。その人は何かが違っていたので、兄にあれは誰？と尋ねました。兄はデビッド・O・マッケイ大艦長、預言者だよと言いました。私は何かを感じ、この人は預言者だと分かったのを覚えています。その後、アニメに夢中の少年だった私はチャンネルを変えました。でもあの短い予期せぬ啓示の瞬間に感じたものは決して忘れたことがありません。預言者については一瞬で分かることがあります。地上に生ける預言者がいることを啓示によって知ると全てが変わります。預言者がいつ預言者として語っているか、または預言者の勧告のあるものについて従わないことは正当とみなされるかといった議論に関心がなくなります。そのような啓示による知識があれば、生ける預言者の勧告をたとえ完全に理解していなくても信頼するようになります。結局のところ、完全で愛にあふれたお方である天の御父が預言者を通して真理を明らかにするという方法を選ばれたのです。預言者となる人はその神聖な召しを求めたことがなく、自身の不完全さを知っています。神によって備えられ、召され、正され、霊感を与えられ、叱責され、清められ、支えられてきた人です。ですから預言者の勧告に従うことで霊的に危険にさらされることは決してありません。好むと好まざるとにかかわらず、私たちは皆何らかの方法で前世で選ばれ、この末日に生まれてきました。末日に関する2つの現実があります。第一に、キリストの教会が再び地上に設立されること。第二に、間違いなく困難が増していくことです。聖文では終わりの時には激しい雹を伴う嵐が送られて地の作物を損ない、悪疫があり、戦争と戦争の噂が聞かれ、全地が混乱し、不法がはびこることが明らかにされています。私は子供の頃、終わりの時についての予言が怖くて、自分が生きている間に再臨が来ないように祈っていました。今のところその祈りは叶っています。でも今は反対のことを祈っています。たとえ予言されている苦難が確実でも、キリストが戻ってきて統治される時には主のすべての創造物が安らかに伏すからです。世界の現状にうろたえている人々もいます。神の制約の子孫として、私たちはこの困難な時代を乗り切る方法を知るためにあれこれと追いかける必要はありません。恐れるには及びません。霊的に生き残り、肉体的に耐え忍ぶための教義と原則は、生ける預言者の言葉の中にあります。エム・ラッセル・バラド会長が、神の預言者がいるのは決して些細なことではありませんと述べているのはそのためです。ラッセル・M・ネルソン大艦長はこう明かししています。神が預言者を通してご自分の子供たちを教えられるという方式が昔から確立されていて、神はすべての預言者を祝福し、預言者の勧告に従う人を祝福されるのです。つまり重要なのは、生ける預言者に従うことです。兄弟姉妹、年代物の漫画本やクラシックカーと違い、預言者の教えは年月とともに価値が増すものではありません。ですから、過去の預言者の言葉を用いて生ける預言者の教えを否定しようとしてはいけません。私はイエスが福音の原則を教えるために使われた例えが大好きです。今朝、ある種の例えのような実話を紹介したいと思います。ある日、私は昼食のために教会本部のカフェテリアへ行きました。
トレイを受け取って食事エリアに入ると、大官長会の3人が一つのテーブルに座っていて、そこに空席が一つあるのが目に入りました。私は緊張してさっと回り道をして、そのテーブルから遠ざかりましたが、私たちの預言者ラッセル・M・ネルソン大官長の声が聞こえてきました。アレン、ここの席が空いていますよ。来て一緒に座ってください。私は応じました。食事を終えようとしていた時、バリバリという大きな音が聞こえ、驚いて顔を上げると、ネルソン大官長がペットボトルをまっすぐに立てて、それを潰し蓋を戻していました。するとダリン・ H ・オークス官長が私が尋ねたかった質問をしました。ネルソン大官長、なぜペットボトルを潰したのですか？大官長は答えました。こうすればリサイクル用のゴミ箱の中のスペースを取らないから、リサイクルできるものを処理する人たちが楽でしょう。その返答について思い巡らしていると、また同じバリバリという音が聞こえました。右を見ると、オークス官長が大官長と同じようにペットボトルを潰していました。同じ音が左からも聞こえました。ヘンリー・B・アイリング官長がペットボトルを潰していたのです。ただ、異なる方法を取り入れて、ボトルを横にしていました。それだとボトルを立てた時よりも手間がかかりました。それに気づいたネルソン大官長は、もっと簡単に潰せるようにボトルを立てて潰す方法を優しくアイリング官長に教えました。私はオークス官長の方に身を寄せて尋ねました。ペットボトルを潰すのがカフェテリアの新しいリサイクルのルールですか？オークス官長は笑顔で答えました。アレン、預言者に従う必要があります。私はネルソン大官長がその日カフェテリアで新たなリサイクルの協議を宣言していたわけではないと確信しています。しかし大官長の模範にオークス官長とアイリング官長が即座に応じたことと、関わった人を助けてより良い方法を教えた大官長の気配りから、私たちは学ぶことができます。何年も前、ニール・ A ・マクスウェル長老は私たちの時代に関して次のような予言的な所見と勧告を述べています。今後それぞれの会員が大官長会に従うかどうかを決める必要のあるような出来事があるでしょう。会員たちは2つの考えの間で立ち止まっていることが難しくなっていきます。選択肢が明確であるように記録を残し、他の人々には預言者の勧告を前に彼らの思うようにしてもらいましょう。イエスは、イチジクが葉をつけると夏の近いことがわかると言われました。私たちは夏を迎えていると警告されているので、暑さに不平を言わないようにしましょう。若い世代はイチジクがさらに多くの葉をつけているさらに暑い時期に育っています。その現実から、すでに大人である世代には特に預言者の勧告に従うことに関してさらに重い責任が課せられています。親が生ける預言者の勧告をないがしろにするとき、親自身が約束された祝福を失うだけでなく、さらに悲劇的なこととして、その子供たちに預言者の言うことは重要ではない、あるいは預言者の勧告はバイキング形式で選ぶことができ、霊的な栄養失調になる心配はないと教えることになります。リチャード・L・エバンス長老はこう述べました。時々誤った考えを持ち、教会の教えに従うことに多少厳密さを欠いてもよい、基本的なことを教える責任を少しおろそかにしても、家族の現在や将来に影響はないと考えている親がいます。しかし親が少し道からそれると、子どもはそれ以上にそれる傾向があるのです。私たちには若い世代を末日の予言された役割に備える神聖な務めがあります。彼らはその役割をサタンの影響力がピークを迎える時代に果たさなければならず、彼らを備える世代の私たちが預言者の勧告に従うことの重要性について混乱の源になるわけにはいきません。まさにその勧告によって、彼らは敵がまだ遠くにいる間に敵を見て、その攻撃を防ぐ備えをすることができるのです。預言者の勧告に対して少しだけ逸脱したり無視したり批判したりするとき、私たちは制約の道のへりを歩くことになるだけかもしれません。しかしサタンによって次の世代の人生の中で増幅されると、その行いは彼らをその道から完全に離れさせるような影響を及ぼすかもしれません。
後の世代にあまりに高い代価を求めることになるのです。自分はネルソン大艦長の勧告に従う努力ができていないと感じる人がいれば、悔い改めて預言者の勧告に再び従い始めてください。アニメに気持ちをそらされることなく、主の油注がれた人を信頼してください。喜んでください。再びイスラエルに預言者がいるのです。たとえ皆さんに確信がないとしても、私たちは末日の暑さに耐えて繁栄することができます。私たちは末日の聖徒であり、今は大いなる時代です。私たちはこの時期に地上に来ることを切望していました。ますます深まる敵の暗黒の霧に直面するときに、つまずくままに放っておかれることなく、主なる神はこう言われるという権能を持つ人から勧告と指示を受けることができると私たちは確信していたのです。神が立てられた預言者、イスラエルの聖者、イエス・キリストの神聖な御名により、アーメン。